はキープディスタンス滝野チャンネルの滝野です。今日は11月の20日かな、日曜日ですね。今日はですね、ちょっとうちの姉に会う用事があったので都内に先出まして、でまだ3時前ですけども八王子に帰っている途中です。フェラーリー、今日はゼロクラウンで乗ってきています。ソニカね、いよいよちょっとラジエーターがちょっと不安になってきたので交換するまでは、ちょっとね、あの遠出は使えないかなとちょっと思ってまして、ジョイントのところからにじみがねちょっとずつ大きくなってきたので、近々ラジエーター交換かなという気がしてますけれども、ということでプライベート仕様にはねゼロクラウンをしばらく使うことになるかなと思いますけども、快適ですね。やっぱこのボディサイズになると快適です。快適であると同時になんかどうしてもね一人で乗ってるともったいない感に苛まれてしまうんですよね。まあ貧乏症っちゃ貧乏症ですよね。ところがね、まあゼロクラウンでもしょっちゅう、まあ、いろんな高速道路とかね、バイパスとか走ってはいるんですけれども、改めてね、今日思ってたんですけど、なんて言うんでしょう、スパーンとこう車が前直進性を持って走っていくっていう感じが全然車格は違うんですけどね、ソニカとゼロクラウンと割とよく似てるかなっていう気がしています。なんて機敏にね多減速を繰り返したりとか、車線変更をしたりとかっていう、そういうのはあまり得意ではない、車たちですけれども、なんていうんでしょう、目的地に向かってスパーンと走っていく、そのなんていうんでしょうね、80キロなら80キロを維持してそこからブレがなくスーッと矢のように突き進んでいく、その快適さっていうのは共通しているものがあるかなと思いますね。でそういう意味では特に軽自動車のソニカっていうのは軽自動車の割にはとても素晴らしい直進安定性と高速安定性を備えていて、でなおかつそれで軽自動車であるってことがねすごい私の多分身の丈に合ってるんでしょうね。なので同じような乗り味っていうか、もちろんね車体の安定具合とかこう大きなうねりを持って走っていくクラウンと、車高調もついてるちょっとこう微振動のあるソニカとは比べれば違いますけれども、趣としては一緒なんですよね。スパーンとまっすぐ目的地に向かって走っていくっていうその矢のような直進安定性みたいなところはよく似てるんですけれども、クラウンだとねもう快適だしいいんですけど、どうもねなんて言うんでしょう、このスペースもそうですし車体の大きさもそうですけど、ちょっと自分には大きいかなっていう気はやっぱりどうしてもしちゃうんですよね。まあ何が言いたいかというとですね、まあ、ソニカがそれだけ身の丈に合っててなおかつ素晴らしいってことですよね。まあでもこのクラウンのこの乗り味も本当にいいものがありますよね。それはその運転感覚としてもそうですし、周りにもねせっつかれることないですしソニカみたいにその周りに多少気を配りながら運転するっていうのも、まあ、楽しくもありつつ、ただ一方ではちょっと気づかれもしちゃうところはあるんですけれども、そういう意味では本当にね、無神経で走れる車かなと思います、ゼロクラウン。まあ、そこがね良さだと思いますね。あとはまあいざという時にね、まあ80キロ100キロ程度で事故ったってまあ大したことにはならないでしょうしね、まあ、そういう意味では安心な車と言えるかもしれませんね。空は結構明るいんですけれども、雨は雨粒は徐々に大きくなりつつある感じですかね。
が、そろそろね、ちょっとバッテリーじゃない、ラジエーターがジョイントパイプのジョイントのところとかにじみが出てきたので、まあ、そろそろ寿命かなっていう感じですね。ラジエーターを準備そろそろしておくかなという感じです。とりあえず時間があるときにラジエーターだけ交換しとこうかな。まあ、それまではねプライベートでちょっとこうやって、走るときはゼロクラウン乗らせてもらおうかなと思いますけれどね、本当にねちょい乗りしかしないんで申し訳ないなと思うんですけど、まあ、そのうちはね、体調も落ち着いたらゼロクラウンでロングツーリングとかも行ってみたいなと思うんですけども、
車もなしに、中央道の上でゼロクラウンと一緒に、景色を見てもらった感じです。前回のあの動画の続き、オートバイ事故を考え、バイク事故を考える、その2、その3もね、もうテーマは決めてあるので、そちらの方もあの撮っていきたいなと思いますので、今週それ上げていきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、日曜日、まだまだ3時ですので、どうぞいい時間をお過ごしください。また月曜日から頑張りましょうね。それではキープディスタンス、滝野チャンネルの滝野でした。バイバイ、またね。